えー、ここんんんにちはこんばんはおはばおようです、えー、今回ちょっとね、あの、至近距離での撮影になってまして、えっ、ー、と、まあ、アラフィーフ独身男が、まあ、サプリ飲んでますよっていうので、何を、まあ飲んでいるのかと。で、実際ね、同じような年齢の人たちですね。もう、まあもうすぐ、ね、アラフォーだよとかっていう人も含め、 えー、30代後半、40代、50代ですね、えー。同じような世代の方へ向けて、なんか参考になればなと思いましたので、紹介したいと思います。えー、独身、ね、男が、ね、中年、中高年、独身男が何飲んでるのっていうところで、あのサプリメント今回紹介ですね。飲んでいるサプリメントの紹介になりますんで、えー、っと、 なんか変だな、セリフがない。い今、同じようなこと回言ってたの。えー、っとですね。あの、多分、台本がないので、あの、そんなこと言っちゃってるんですけど。これね、えー、ファンケルのビタミン C ですね。レモン、約50個分のビタミン C を3粒で取れる。1日3粒まで目安で飲むと。とこれ毎日飲んでますね。2、3粒飲んでますね。気分によって。なんか疲れたなと思ったら3粒行って、えー、まあ、そうでもねえなっていう時は、動いてないなっていう時はに 2, 2粒。 え、飲むようにしております。これサプリじゃないんですけど、今ハマっているキャラメル、えー、森永のミルクキャラメル、あのシンプルな昔からあるやつですね。これ美味しいです。えー、108円ぐらいで売ってんのかなスーパーだとね。この間ネットで10個1100いくらだったんだけど、ポイントが400ポイントあったんで、かなりお得に買えました。800円ぐらいにしといたのかな送料込みで。 まあ、それを置いといて。あとね、これはね、気分で、たまに安売りをネットでやってるので、この間3袋で、なんか1000円ぐらいでやってたんですけど、えー、っとね、マルチ事サプリというところで、えー、このね、オーガランドっていうネットのね、ネットのサプリメント専用の、まあ、専門店がね、あるんですよ。メイドインジャパンですね。えー、オーガランド、これ、米麹のあの、事ですよね。麹。えー、こういう成分になって、約1ヶ月分。 ということで、これ3ヶ月分3袋頼んで、めっちゃセールで安かったので、買っときました。これもね、3袋で、えっとね、1000いくらだったのかな超安かったんで、たまたまセールでやってたのって、えこれは、もう、今、ビタミンと、ま、小文はよくわかんないんだけど、あの、ビタミンと、このメンズバカ、これはね、俺は今、需品で、1年近く飲んでんのかなもう。 これはね、ビタミンは半年ぐらい飲んでると。まあビタミンはね、多分そんなに効果はないのかなと思うんだけど、えー、一応半径ですね、これが飲んでるやつ。ピントは合わねえな。野口医学研究所というところがね、野口秀夫さんの写真が写ってると。これがね、あの、かなり安いです。2700円とか多分確かそんなもんで、メイドインジャパンですね、もちろん。えー、マカガンユーというところで、 このマムシマツ、ガラナ、ね、ガラナマツ。えー、っとね、あとは、トナッカイのツとかですね、スッポンとかですね。まあ、その辺が入ってるので、察してください。だいたい男のね、あの、下世話の話ですけども、夜の元気度がなくなってくる方が多いんじゃないかと。俺も実際、あの、なんか勢いがね、落ちてきたなっていうのはありますんで、でかなり、 うーん、もう、指度はすごいよね。あの、元気なんだけど、その持続力だとか、その一回の出す量っていうのが、ね、ちょっと下世話な話ですけど、少ないじゃないですか、みんなね。年齢がいくと。少なく、明らかに少なくなってるんだよね。だから、それをもう今、恥を忍んで、で、今、パートナーがね、 いますんで、彼女がいるので、えー、まあなんかその年代でそういうのするのどうなのっていう方もいると思うんですけど、それは人間の自然のこれね、あの、野生の動物の本能みたいなものもあるんで、これは個人差があるので、できない方はやん、無理してやる必要はありません。えー、まだできる方は、そういうコミュニケーションとか触れ合いというところで相手を気遣うようなね、まあ優しい夜の営みになってくるのかな。 なんかそういう感じですね。まあ実際のこの汚い裏の話もね、こうやってするのが俺のチャンネルだからね。あの、いなんていうかな、いい人ぶったりする、な,なんかこう、綺麗なチャンネルを作っている人はその路線から外れてこういうこと絶対言わないじゃない。ね、やっぱり、ね、実際のリアルガチなので、リアルガチのものを、まあ紹介するという。そしてこれがね、あの、100均のダイソーで買った、 なんかわかんないケースなんだけど、これガラスケースみたいになって、これプラスチックだっけね透明の。えー、こういうなんかガラスケースっぽい偽物の入れ物があるんで、ここにサプリをね、今入れて、あの、この、ここにラックの、スチールラックの上の方にですね、えー、入れているという形これはバーベキューグッズですね。皆さんによく <laughs> 紹介したことがあると思いますけど。 まあ、そんなこんなでですね、あの、いつも飲んでるもの、ね、これサプリじゃないですけど、でもね、栄養価がね、これね、高いんで、ただあんまり取りすぎると、えっ、ー、と、糖尿の方とかよくありませんので、病気になる方はちょっと要注意で、えー、それぞれみんなね、病気を持ってる方とか、持病がある方は、影響がないかどうかというのをですね、あの、確認した上でサプリメントっていうのは、あくまでも補助製品っていうね、えー、不足分を補うっていう形で、ただね、これはね、 メンズマーカー、1日2、3粒今飲んでるんですけど、これはね、ガチでね、あの、冗談抜きで聞きます。本当に元気がなくなった方っていうのは、あの、これを飲んでですね、あの、パートナーから、あの、飲まない時、飲んでない頃よりも、明らかに硬さが違うって言われますんで、これ言っていいのかなまた怒られちゃうな、見られたらな。あの、に。まあでもほら、 ね、リアルを伝えなければならないんで、これはね、あの、マジでおすすめです。成分もかなりよく入ってます。安いのは、あまり入ってないってね、成分が少ないっていうのがあるんですけども、あの、これに関しては、成分表とか見ていただければ、他のマムシとか入ってるものよりも、あの、きちんと、そこそこちゃんと入ってんじゃんっていう形になりますんで、あの、 何社かね、明治製うんとねあ、明治か、お菓子の明治の、えー、そっからもね、あれ明治じゃな、ね、い、グリ、グリコか、グリコの方も、マムシが入っている、その元気が出るっていうか、その霜じゃないよ、霜じゃなくて、アスリート用のものも売ってるんだけど、明らかにあと、あと他のやつも買ったんだけど、明らかに、これはね、こいつは効きます。あの、 なんていうの育毛剤みたいな、なんか、高いけど効かないよみたいなのとはもう違ってですね。本当に飲んでない頃と飲んだ頃の、まあ、個人差がありますけどね。個人差がありますけど、あの、もう、もう末期の、あの、ED の方は無理ですけども、あの、普通にあ、ちょっと最近、下の元気がねえなっていう人は、これを飲めば、あの、だいぶ回復はさせてくれますんで、 ただね、飲み続けないといけないというのがあるんで、俺は1年間飲んでて、い、え、ま、ー、だにその、まあ、ちゃんと朝、こうなったりとかしますんで <laughs>、いいのかな、これ言っちゃってね。えー、まあ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 ,あの、リアルガチのネタになりますんで、うん、まあ、参考までにあのしていただけたらいいかなというふうに思いますね。でこれから、 あのね、どういうのを飲んでいこうかと。もうすでに飲んでるよって方は、こんなのおすすめだよっていうのもね、あればね、ぜひ教えていただけたらいいかなと思いますね。まあ、もちろん、亜鉛とかね、そういうのはね、あの、年齢がいくと必須、必須になってくるんだけども、うん。ね、あとはどこか、ど、どこどこの、なんかこう、プロテインがいいよとか、そういうのもですね、ぜひ、情報交換の、情報交換を目的とした掲示板の書き込みを、 え、ね、掲示板じゃねあの、そこ、ここのね、コメント欄の方に、あのー、コメント欄の方に書いていただけたらいいかなというふうに思います。まあ、実際に今、えー、リアルガチで、えー、アラフィフ独身男が飲んでいるサプリメントは、こちらですよ、と。それでは、皆さんご元気じゃあね。バイ。